はい、いつもの配信動画をご視聴いただきありがとうございます。本日アマゾンマガッチ365日チャレンジ162日目行ってまいります。ぜひよろしくお願いします。チャンス目でと思ったけどリプレイね。僕がね、アマツマガッチ158日目、アマツマガッチ365日チャレンジの158日目で、まあ、結構冗談で、まあ、月下雷鳴が、まあ、神王が雷のモンスターなんで、まあ、感電というね、まあ、ゲーム数減算ストップのシステムがあるんですが、アイスボーンのメインモンスターイベルカーナは氷のモンスターなんで、これワンチャンね、まあ、凍結したぞってね、ゲーム数凍結してゲーム数減算ストップあるんじゃないかみたいな、そんな感じで、まあ、予想してたんですけど、なんとこれ本当にアイスボーン凍結があったんですよね。これすごくないこれ結構今回アイスボーンの考察してますけど、意外と当たってるものが多くて、はい、これバリスタだけは勘弁。よしよしよし。一人の時はそう、1ゲーム完結型でね、これ大ダメージ与えていきたい。そしてすぐに仲間を集めてバリスタでよろしくお願いしたい。いや今回本当にね、いろいろと考察してるんですけど当たってるんですよね。マジ凍結の絵を見たとき、マジでびっくりしたし、マジで笑った。ほんまに凍結するんか言うてね。絶対ゆうくんこれ、よーし凍結したぞってこれ絶対言いますから。絶対に言う。だって感電のときに言ってるもん。よーし感電したぞって。はい、ミランダさんナイスと。ここララちゃん欲しいな。ハイメンツで、安定して倒したい。いや、初手のスイカ爆弾ちょっと大きかったな、マジで。はい、二人で来るユーノート、ヒロシ、メルちゃんですが、まあ、メルちゃん嬉しい、ヒロシも嬉しいけど、これローメンツっていうね。まあ、大丈夫でしょう。メルちゃんは、最強なんで。ミランダさんの毒、メルちゃんの水爆、ヒロシのためさんで、はい、これもうそのままバリスタでも、はい、先行玉からね、繋げていきましょう、バリスタを。ここバリスタ打てるかどうか本当に鍵になってくる。これ勝負マジでバリスタ打てんかったら結構厳しい展開になると思う。ローメンズだからね。ですがユウくんは空気を読んでおります。あ、このメンツちょっとやべえなと。このメンツちょっとバリスタ打たんとやばいかなって思ってるはずなのに、これね、太刀ブンブン丸っていう。いや、まあ最後に今点灯蓄積してるんで、そう、先行玉最終ゲームあたりでバリスタ打つのめちゃくちゃうまいんでね、美味しいんで。今は攻撃あるのみ。ヒロシのおっしゃる通り、ここでここら辺で、そうそうなんだよな、マジでユウくんはもう有能すぎて、アイスボーンでも活躍期待してます。じゃあまあここでまあ期待するのはヒロシのためさん、そしてユウくんのボマー。はい、ナイス。いや、これ勝てるわ。もう流れめちゃくちゃいいから、まあ、欲を言うと、あと一発欲しい。爆弾か、タメさん。そう、ここでのリプレイうまいんよね、本当に。高速中のリプレイ。リプレイするなら高速中。で、ここら辺で感電してくれると、嬉しかったけど、まあ、これは致し方なし。いや、全然いける。けど、全然いけるけど、ローメンズだからね、連携が本当に、出ないので、こっから停滞というか、かなり失速するんじゃないかなと思っておりますが、そんな気持ちじゃいかんのよね。とかいいっすね。ローメンツでも連携するから。まあ、点灯の蓄積はね、いい感じに溜まってるはずなんよ。まあ、全然まだ足りんけど、多分間に合うでしょうっていう。
で、メルちゃんの水爆もこの感じだと一発間に合いますと、ミランダさんがね、まだ一回も攻撃してないんで、そこだけがちょっと、一回攻撃したかなわからんけど、ちょっとまだ蓄積できてないっていうね。これメルちゃんナイス。ここでちょっとレアエグ聞きたいな、マジで。もう一つの剥ぎ取りチャンスですから、ここ。ここで中地引けばいいんよ。もう中地ね。はい、よろしくお願いします。ナビ出し、マジワンチャンある。チャンス目か？リプレイか。ナビなしちょっとドキドキしちゃうから。いやでも悪くない。残り56ゲームであと3本。全然悪くない。ローメンズでいけるとマジででかい。ローメンズ討伐は本当にね、ありがたい。まあまだ焦る時間じゃないっていうね。まあすぐに帰ってくるでしょう。まあ転倒も間違いなく一発間に合うし、あとはでもまあそれだけじゃ足りんからできてば、まあアイナイツ火力ブースト、火力サポートいいぞ。まあ願わくばバリスタ一発あればまあ難なく討伐できるんじゃないかなと思います。まあもうそう、もう毒でもいいけどね。まだ45ゲームあるから全然間に合うし。言うの、言うの、音声認識よし。タネさんナイス。あと一発じゃ無理かな。あと二発ぐらい。早くて一発。6プラス、ヴィランダさん出ないのやめてもらっていいですか。はい、これヴィランダさんで、よろしくどうぞと言って、ヒロシタネさん。いやー、それさ、共通ベルならいいです。レア役やったらちょっとね、いかんけど。いやまあすぐなるでしょう、大丈夫でしょう。まああと2発かな。ほらやっぱあと1発じゃん、これさ。こういうことしちゃうよね、もう少しとか言いながらも。なるんですわ、毒に。これじゃあもう大丈夫でしょう。あと点灯、点灯を待つだけ。点灯を待つ前にこれ先行玉。でもね、これ多分ね、先行玉投げてからの点灯の気がする。あるよね、月下そういうの。はい、もうヒロシが待ち構えております。もう、あ、違う、ミランダさん、そう、毒やからね、毒やから雷になっちゃうね、雷波に。ヒロシかと思ったわ。そう、毒状態やからね。まあまあバリスタじゃなくても転倒でもまあ落ちるんじゃないかな。そこで落としきれなくてもまあ大丈夫でしょうっていう。はい、もう、そう、今さ、そう、なんか感じたよね。なんか今感じたわ。はい、強制ナイス。はい、これでもう勝ち確ですと。全然危なげなかった、ローメンツなのに。なんか今のレア役ね、バリスタ来るんじゃないかなと思ったんですよ。毒を割った瞬間に。はい、バリスって、バヤリースみたいな感じで、リバースね。はい、リバースもいただいてと。いや、今日のこのローメンズ討伐、マジでありがたい。ありがとうございました。あとは、剥ぎ取りちゃん、どちくしょう。もう、あと、本当に、数センチの、数センチもあるかないかで、爆弾を置く有能ね。有能というか、ちくしょうです。なかなかいい討伐。そしてまあ50ゲーム以上残すことできませんでしたが、全然音声の可能性もあるっていうね。 6.25% 引けば天津温泉に入れると。全然入ってないんで、まあ入れないんですよね、本当に。門が狭くて。ということで、剥ぎ取りチャンスの G のね、今おかしかった、剥ぎ取りチャンスの G ってね、剥ぎ取りチャンス G、 そう、剥ぎ取りチャンス G のお時間がやってきたということで。いやもうそろそろ、まあ、まずはほんと2桁なよね。まず10個こさんとね。うん。いやもう、考えても仕方ない。
レバーを叩かないと進みませんから。 50% を取ればいいだけ。ナイス。そう、さっきもエンタライナさんの画面でレバーオンしたんよね。やっぱ演技がいいのよ。 50% 一生取ればいいからね。まあ、それができないから20個いってないんだけど、不可能ではない。そう、不可能ではないから。今日伸びる気がする。伸びる、いけるぞ。あるぞ、マジである、あるぞ。今日あるやつや。1個目伸びる日はね、2個目3個目潰れちゃうんですけど、そこさえ突破できれば、うん、4個悪くはない。こっから伸びるかどうか。よしよしよし、悪くない悪くない、いけるぞ。よし、ナイスファイヤー、でかい。悪くない、2桁はまずいけるよ。これこの流れやと2桁いける。がしかし20個目指してるから全然ある。めちゃめちゃ今日調子いいぞ。赤ナイス、やばい、これマジである。赤天井いいぞ。いや、あるぞ、あるぞ、あるぞ。青天井やめてほしい。青来ちゃう ?50 杯やから。よし、これマジでやばい、マジである。もう20個取るなら今日しかないかもしれん。やばい、今日マジであるかもしれん。めちゃめちゃ、何個伸びてるこれ、2個目。よ、リロック。やばい。もう今、もう。鳥肌と脳汁が一瞬で、そう、脳汁出た後に、鳥肌が立って、剥ぎ取りチャンス G 中の、リードック、えぐない?これチャンス目でしょ?えぐい!今日マジでやばい!これマジであるやつや。何個のっけた2個目で。えぐい、えぐい!ついに来たか、引きの収束が。えぐい!ちょ、ちょ、ちょ、これ、これマジでやばい!マジでやばくない?これ。え、行くんじゃない?これ。ガチで行くかもしれん。何個乗っけた?えぐい!ちょっと待って!マジでやばい!ガチでやばい!おかしいこと起きとる。引きの、青点ばっかで。えぐいってこれマジで!20個行くんじゃない?これマジで。やばいってやばいって。マジでやばい。やばい!これマジで行くわ。これ20個行くぞ。これ20個いく、いくやつや。大事故や。ガチで事故っとる。待った待った待った。あと何個、え、待って。やばい !16 個待って、やばい。ガチでいけるやつや。ちょっと待てよ。あと何個いるっけ、ちょっと、もう手汗が半端ない。え ?1234。1234。え ?1234。4個、あ、やばい。やばい。ガチでやばい。あと4個。全然いけんことない。マジで奇跡起きるこれ。ちょっとやばい。ちょっとほんま2個目何個のみたいなの全然もうわからん。もう、何言ってるかわかんないかもしれん、今。もう興奮しすぎて。もうちょっと。レバー叩けんぞ、これ。あと4個。やばい。心臓が半端ない。あと4個。ちょっとマジでいこう。もうほんまにやばい。ガチで20個取るならもう今日しかないかもしれん。いや、頼む。よし。ゼロ差じゃない。あか、もう、頭クラクラする、これ。うわぁ、もうめちゃめちゃ惜しかった、ほんまに。何個 ?1、2、17個。ガチで惜しかった。いやぁ、マジで2個目何個伸びたんやろ、もう。え、何個伸びたっけ、わからんけど、ちょっともう編集の時数えよう。いやぁ、ガチで惜しかった、今日は。なんか引きの収束を感じました、今日はですね。いやぁ、これマジで、もしかしたらもうないかもしれん、このチャンス。合計17個。いやー、なんか今まだちょっと余韻に浸ってるとか、達成してないけど余韻に浸ってしまっている自分がいるということで、はい。いや、でもあるんよね、やっぱこういう事故が。今日で162日目ですが、162回目にしてようやく事故ったと思います。ですが20個届いておりません。はい、63のまだまだ戦いは続きますということでね、この動画よろしければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いや、これさ、今日もうねこんなことあるみたいな。
これがあるからアイスボーンもねこれがあるんですよ、剥ぎ取り。しかもアイスボーンに関しては 75% の剥ぎ取りチャンスあるんで、もしかするとね20個どころか30個っていう重さもいるんじゃないかなっていうね、わかりませんが、いやさすがに厳しいか、いやでもね可能性はありますので、はい、そこも期待してアイスボーン待っていきたいなと思います。ということで、いやよかった、本日もご視聴ありがとうございました。いや、良かったってかさ、これ良かったって言いながら、これ全然達成してないからね、これ。別に。本日も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。本日はね、検証動画やっていきます。今回もね、視聴者様からいただいたコメントのうちね、一つの検証案をいただき、検証するということで。本日の検証は、本前町クエスト。本前町クエスト中に、7を狙えのカットインが入ったら、一体どうなっちゃうんだいということでね、こちらを検証していきたいなと思います。で、今これ画面上ね、まあ、中段チェリー成立後の、まあ、前町クエストで、まあ、その前町クエスト始まって、まあ、数ゲームしてからね、65536、アマズマガッチのフラグを入れようかなと思います。で、まあ、こちらも視聴者様からコメントいただいたんですが、まあ、そういった場合ね、本前町が裏ストックに回るんじゃないかっていうね、まあ、そういったお声もいただき、まあ、今日この動画で暴いてやろうかなと思います。ということで、まあ、軽くね、まあ、回していきますね。まあ、じゃあ、ここら辺でね、アマトのフラグ入れていきます。それではセットできたので、レバーオンして、まあ、ここからね、まあ、フリーズかカットインエースが入って、まあ、そっから、まあ、揃えて、次ゲーム、本前町に戻るか、それとも、もうボーナス確定っていうね、あの画面が出るか、っていうのをね、まあ、調べてというか、ここでね、検証できればなと思います。フリーズします。毎回こういう研修じゃない？検証の時、フリーズする気がする。ここですぐにボーナス確定画面が出れば、先ほどの本前町はもう裏ストックに回っているということになりますので、このレバーオンで決まります。どうだい。なるほど、ここでじゃあ嵐が出ればもう確実にそうやもんね。まあそうだね、やっぱし。それでは検証結果いきます。本前町クエスト中にカットインを引いた場合、その引いたフラグが、まあ、先に放出されて、本前町分のボーナスは裏ストックに回るということで、こちら検証できました。秘密を暴くことができましたということでね。いや確かになかなか知れないですもんね。普通、まあ、ガセ前町中ならあるかもしれないけど、本前町中にそこでね65536もしくは13万分の1引くろってのはなかなか難しいんでね、この機会に知れてよかったです。はい。それ以外にももしね、こういう、なんか、ちょ気になるなとか、いや、こういう、だったらどうなるのっていうね、検証案ございましたらね、どんどんコメントしていただければ私、やらせていただきますので、ぜひコメントお待ちしております。本日も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。